はい、皆さんこんばんは。今日は夕方に届いた、この楽天の方から届いたこの商品を開封してお見せしたいと思います。早速じゃあ開けていきたいと思います。てて、サミいらなかった。中身は、こんな感じ。プチプチ。いや、思ってたよりずいぶん大きいな。ちょっとなんか思ってたより結構大きいかも。ちょっと開けますね。開けてきますね。じゃーん。わかりますかね。アイカバー、アイカバーっていう多分ところの、ちょっとネットで調べたんですけど、情報があんまりなくて、ちょっと あんまり詳しいことは言えないんですけど、多分ヘッドカバー、ヘッドカバーって書いてあります。これ色はブラック、タイプはドライバー、まあこれ以外にもなんて言うんだろう、フェアウェイウッド用と、あとはユーティリティ用のカバー、ヘッドカバーがありますけど、なんか色はもうちょっと派手な、なんて言うのかな、ビビッドカラーの黄緑とかピンクとか黄色とか白とか、あとはカモフラ、カモフラ、迷彩柄もあったんですけど、今回は黒にしました。シンプルで、多分僕の持っているドライバーに合うんで。なぜこれを、買おうかなと思った理由は、まあ、ツイッターを見てたら、この商品を紹介していた人がいて、まあ、いいなと思ってリツイートしたんですけど、で、昨日練習行った時にヘッドカバーを見たんですよ。ちょっと持ってきていいですか、ヘッドカバー。これ今僕が使ってるヘッドカバーなんですけど、もうだいぶ年季が入りすぎて、この辺とかもすごいボロボロなんですよ。なのでこのアイカバーのヘッドカバー、ちょっとかっこいいなと思って楽天の方でポチってしちゃいました。多分大丈夫だとは思うんですけど、まあここに多様なヘッド形状に対応できるように設計しておりますって書いてあるんで、あ、クラブが合わないものもあります、ご了承くださいって書いてあるんで、自分のクラブがちょっと入るかどうか早速試したいと思います。これ入らなかったら返品できるのかな。なるほどね。素材はね、あれみたいです。これにすごい似てます。僕部屋でこれ履いてるんですけど、クロックスのこれと、まあ想像通り、皆さんの想像通りの感じですね。じゃあ早速ちょっとつけてみたいと思います。まだつけやすさだよね、使えるかどうかの。お、なるほど。あ、結構しっかり止まる。ちょっと大きいかなと思ったけど、サイズはぴったりだな。
どうですかね。こうやって振っても取れない。いいかも。つけるときはこう全体的にギュッとこうヘッドを入れて、で最後にここでピュッと止める感じで、取るときはここをここから外すみたいな。取りやすい。うん、なかなかこれはいいんじゃないのかな。だいたいこれ今の出ているドライバーならだいたいそんなめちゃめちゃ大型のヘッドとかじゃない限り、うん、使えそう。いろんなあのタイプのドライバーに使えるんじゃないかな。派手なあの色が好きな人はね、こうピンクとかオレンジとか黄色なんかもいいんじゃないかな。ちょっとバックにこうやってバックにこうやって入れてても違和感ないね。メーカー希望小売価格、本体価格、2800円プラス税金です。早速これを使ってあの僕のあの練習仲間にも見せて自慢したいと思います。いいなと思ったらあの下にあのリンク先も貼っておくんでチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が、もし参考になりましたらいいねボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。